はいどうも、プロアリーナプレイヤー見習いルールカでーす。今日もアリーナやってきます。今日は、3月6日の日曜日ということで、今週のラストシーズンに、シーズン終了まであと5時間というような状態となっております。で、まあ、ほぼチャンピオンは確定でしょうね。塩沢さん800点ももう差つけてるもんね。何もしなくても勝てるよね、もう。すごいね。で、私目の順位は 25,455 位。まあ、昨日より1000位上がったっていうぐらいですね。やっぱりちょっと下からやっぱりこう、追い上げというか、っていうのはどんどん強くなってますね。で、勝率が 54%。26勝22敗2連勝中で、シルバーの1474点、まあ、なんとか1500点目指して、報酬を上げていきたいっていうところですね。ルビー100個トパーズ30個に上げたいっていうところが、まあ、今回の目標になりますね。で、パーティーなんですけれども、変更があります。ベリカ外して、ベリカ外してジェイブを入れまーす。争いを続けないで。まあ自分だけですけれども、ダメージ減少の効果が与えられるっていうことと、あと基礎能力も星5だけど星6のベリカよりも高いんですよね。一文字と1017、攻撃590、防御225と。だから素早さだけかな。争いを続けないで。遅いけど、全体攻撃が変わらないし、まあ、やけどダメージを与えられるっていうのもあると。そして、アイリーンが、物理にしか、攻撃力上げることができないんですよね。すべての味方の攻撃力 60% 上昇と。なので、これによって、エルニア、ジェイブ、アイリーンの攻撃力が上がると。で、エスパーダで魔法防御を底上げして、ジェイブは自分の防御力を上げてっていうような、まあ、そういう感じになるんで、なので、攻撃陣形、で、挑んでいこうかなと思ってます。ニアの生存率とニアを狙わせる回数を上げてっていうところですかね。まあ、それでちょっと勝率を上げていける、いく方向でちょっと行こうかなと。で、デロンズも手に入れたんで、デロンズも育てることができたら、まあ、エルニアとデロンズを変えようかなと思ったりもしてます。はい。じゃあ、早速、対戦していきたいと思います。どうぞ。どうぞってなんだ。行くか。またルリいるな。ルリが引きたいな。これ生き返るやつだよね。このなんか、オークみたいなやつ。クリスがいる。クリスはね、デロンズ。うわー、クリス落ちた。クリスやね、デロン。ジェイブ落ちた。あ、でもルリ倒してるか。勝った勝った勝った。よし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 。我が剣に誓って。またにひれ伏すな。よーし、最高得点来てますね。そして3連勝。初戦以来の連勝。初戦5連勝してそっから勝ててないからね。きたー。もう、配下金者来ると結構きついっすよね。
おお、日本ジームの方が早い。やったか。ああ、いや、大光人ハート。感電しろ。ラグナもいいんじゃん。よし、ルリ感電、感電させた。術式展開。何をいて。恐ろしいのはラグナが一回生き返ることだよな。うわー、ミス多い。ジェイブやられた。感電させろ。ミスでも感電するからね。え、やけどで死んでいく味方が。ああ、いやー、やっぱり強い。これからも頼む。次のクエストが進まなくなるから報酬はこまめに受け取る。いらんわ、もう。強いなラグナ。闇の墓場へ案内しよう。久しぶりにルリがいないパーティー。でもなぜかエレニアが前にいるな。うわー、気絶多い。すごい数気絶してるよ。もうどうなってんだよ。いくよ。やー、光の力で。そうか、ライトプロテクションか。レイチェル以外動けないんだけど。終わりだ。そして動けるようになってまたジャッジメントで気絶させられるジェイブ。ちょっと先にデロンズ狙え。先にデロンズ行け。行かない。よし、反射で倒した。オゲー、まだチャンスはある。オゲー、惜しかった。よくやったぞ、ジェイブ。相手が強ければ強いほど反射するダメージでかいからな。よし、ラス、あ、まだ2回ある。でも2回勝たないと、1500はいかないよね。ルーシーがいる。やっぱりな。一緒に。うわ、嘘だろ。これはどうかね。行きますよ。魔法攻撃なのか。オーケー、勝ったな。行きます。
よし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 、初めて1500ポイントいった。安らか眠るがいい。値に触れるしな。さあ次勝って優秀の B 飾りますよ。皆さん刮目せよ。出たルリ、しばらく見なかったルリが。ルディもいるじゃん。ジェイブ頑張れ。よし、これでカリン一発。やけどさせろ。カリン倒さないとめんどくさくねえか。これでいくだろう、カリン。やばいな。エスパーだ、ちょっと頑張って。そっちじゃない、あー、アイリンか。ちょっとエスパーだ頑張って。いけ、あ、そっちか。ルディ倒したか。ダメージ免疫はまだ切れていない。感電しろ。よし、オッケー、勝った。よし、安らか眠るがいい。よし、ランキング上げて終わった。やっぱりセブンナイト強いな。これから日々の実績を積み上げてこそ真の勇者だ。今日経験男女行くの忘れちゃったんですよね。一日中ちょっと体調悪くて一日中寝てたんで。週刊クエストは全部クリアできてるからいいかな。まあ、ルービー10もったいないけどね、回復できるのにね。まあ、開けばいいんだけどね。もったい、もうそのためだけにっていうのはもったいないよね。よし、やりました。なんとか、1530勝23敗で3連勝。何位なんだろうね、わかんないけど。まあ、やっぱり1万位以内目指したいですよね。友達ランキングでも、なんか、どんどん上がってますからね。ダイヤとか言ってる人もいるからな。ちょっと私も頑張りますか。友達ランキングではかなり低いからな。15位。50人中15位だもんな。まあまあか。でもやってない人がほぼ、3分の1ぐらいやってないんだよね。リアル弟のネネは1900までいってんのか。随分差つけられたな。おかしいな。始めたの、同じなのにな。どんなパーティー使ってんだ。なるほど。ユリがレベル40になっている。なるほどなるほどね。これはさすがに凸が多いと辛い。はい、
というわけで、やってまいりました。明日は何シーズンかわかんないけど、新シーズン始まります。また頑張って、気持ち新たにね、やっていきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いします。またパーティーなどがね、参考になればいいなと思ってますんで、他の方向けにでも結構ですので、こうした方がいいんじゃないかっていうのとか、アドバイスとか、もしあったら、ぜひ教えてください。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。ルールカのゲーム実況チャンネル、最後までご視聴どうもありがとうございました。はい。ルールカのゲーム実況チャンネルでは、チャンネル登録を推奨しております。最新情報だったりとか、更新情報、チャンネル登録していただければ届きますので、ぜひ、チャンネル登録いただければなと思います。もう一つのメリットといたしましては、私、ルールカのモチベーションが上げ上げになって、動画の更新頻度が上がるかもしれないです。はい。あとですね、動画に関連する、ブログを、更新しております。動画の概要欄から、リンクで飛べるので、ぜひご覧ください。じゃあ、それではまた、次のチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。